右手をご覧ください。ブルーホーネットが侵入してまいりました。DH480B ヘリコプターに機種を更新したことにより、その名称もブルーホーネットに変更されましたが、コロナ禍で4年ほど延期できなかったものの、今年で6回目の延期となります。ホーネットの名前の由来は、飛行している姿や音がスズメバチに似ているところから来ています。毒はありませんのでご安心ください。ブルーホーネットは宇都宮港操縦協会により編成され、この記念日の演技のため臨時に編成されたチームであり、本来任務である新人パイロット養成の間を縫って日々訓練を行い、皆様にお披露目しております。4機が正面から再進入してまいりました。
この後会場上空で左右に分かれての演技です。
会場右手をご覧ください。4機編隊で着陸した後、会場正面で時速180キロで旋回をして、それぞれ駐機場へと戻っていきます。体育館で実施いたします。